誰だ。ヒダン、監禁所の前で待っているんじゃなかったのか。うるせえ、今それどこじゃねえんだよ。お前が相手にしているやつ、珍しく金に縁があったな。ヒダン、隠せ。てめえは手を出すな。こいつは俺の儀式用だ。金はてめえにやる。それならいいだろう。ってことは俺の相手はあんたってことだな。いざ尋常に始め。決まりだ。甘いな。決まりだ。ライトン、そろそろ行くか。そうだよ。決まりだ。どうだよ。甘いな。そろそろ行くか。せい、忍法金首縛りの術、影縫いの術。お前のようなガキに。めんどくせえな。勝者桂馬なりの戦い方ってのがあるんすよ。くそ、致命傷は与えられないか。まるで遊ばれてる状態だな。ヒダン、こっちはいつでも終わらせられるぞ。いつまで待たせるつもりだ。殺せんなよ。だったら手貸せって。最初に手を出すなと言ったのはお前だ。それに今調子に乗って吠えれる立場か。まあ確かに手を出すなって上から物を言ったのは俺の方だが、別にてめえをバカにしたり軽蔑してる気持ちはねえ。書くぜ。手貸してもらえねえかな。しかまる、こっちも体勢を整えるぞ。蹴りをつける。およ。いざ尋常に始め。どうだ。引っ感じる。しかもめんどくせえけど。そら、決まりだ。そらそら、手貸せ。決まりだ。今だ。まだ倒れんなよ。バカな。終わったな。めんどくせえけど。甘いぜ。あれあれあれ。そろそろ行くか。せい、忍法金首縛りの術、影縫いの術。お回り、めんどくせえな。勝者桂馬なりの戦い方ってのがあるんすよ。異常だぜこいつら。一体いつになったらぶっ倒れてくれるんだ。俺の突っ込む。隙をついて鎌を持っている方を影縫いで縛れ。しかまる、少しの時間でいい。すぐにとどめを刺して動けないようにする。それじゃリスクが高すぎっすよ。あんたらしくない。わからないのか。それが今打てる最善の手だ。奴らは俺よりはるかに強い。甘いな。はっ、なに。これで終わりだ。邪神様への生贄だ。条件は整った。これより儀式を始める。目はもう終わりだ。やろう。
少しは他人の痛みが理解できたか。アスマー早くしろ。こいつもすぐに監禁する。うるせえな。最後の楽しみぐらいゆっくりささらってんだよ。それによ、あそこにはお前だけ。あ、いざ。なんだこいつら。造園か。しかまる、アスマを頼む。行くぞ、天蔵。はい。いざ尋常に始め。何を遅い。これが暁の強さか。天蔵、奴らの気を引いてくれ。あれを使うしかない。わかりました。あまり頻繁に使う術でもないんだけどな。もう少し待ってくんねえかな。これからがいいとこなんだ本当。うん、だから言ってんだろ、もう少しだけだってよ。なんだいきなり。被弾やめろ。またすぐに戻る。覚悟はしておけ。あのクソリーダー、今度呪ってやろ。がったくよ。行くぞ被弾。じゃあな、クソ野郎ども。撤退した。しっかりしろアスマ。今すぐ医療班に連絡を取って。カカシ先生たちがあいつらをやってくれるから。そうか、カカシが来てくれたか。だからもういい。もう俺はここまでだ。それぐらいは自分でわかる。お前は頭が切れるし、忍びとしてのセンスもいい。火影にもなれる器だ。まあ、面倒くさがり屋の思いを嫌がるだろうが、将棋お前に一度も勝てなかったな。玉のあの話、あれが誰だか教えてやる。玉ってのはな。アスマ、あんた、だから頼んだぞ、シカマル。間に合わなかったか、アスマ。忍びらしい最後だった。
対戦で選べるステージが増えたわよ。新しいモードが追加されたわ。長い時間ゲームをするときはちゃんと休憩をとってね。好きなモードを選んでね。